ます。おみそです。おはようございます。質問はメッセージ固定と、およろしくお願いいたします。すみません、午前中にちょっとバタバタしてまして、今日はちょっと午前中できなかったんで、この夕方やろうと思います。おはようございます。土曜日ですね、定例の、ライブ配信でございます。今日はちょっと珍しくね、この金剛力士像を描こうかなと。珍しいですよね。これ法隆寺のですね、金剛力士像なんですね。ちょっとこういい写真が見つかったんで、おこりゃこりゃということで、ね、ちょっとアクリルかなんかでやってみようかなと思いまして、始めております。タイソンっていうね、色鉛筆でこういう形取ってます。ちょっとね、斜めから見てるからね少し形がちゃうないやすごいですね、やっぱね、この迫力をどう出すかということでございます。あ、J 渡辺さん、つくしさん、久保さん、前田さん、こんにちは、よろしくお願いいたします。ちょっとアクリルで、今日行こうかなと思ってます。若干小声ですみません、チビが寝ておりますので、若干小声ですみません。モデリングペーストちょっと使ってみようかなと。あんま使ってないですもんね、このね、私の YouTube ではね。よいしょ、あ、しまった準備万端のつもりが、あたたた、紙休みもあるな、よろしくお願いします。すみません、変な時間からで、いろいろね、もうちびっこと遊んだったりなんだったりとか、いろいろごちゃごちゃしてるとなかなかですねもうちょっと長い気しますね、顔ねなんかだいぶ違う気すんね、この目の位置がもうちょっとこっちで、途中でちょっと顔をもう少し大きくしたいな思って変えたせいかな。なんかこの角度でしょ。よいしょ。ちょっとね、面白い。どんな感じになるか私もわかりませんけどもね。こういうのもぜひぜひご覧いただければと思います。変なことやっとるな思ったら、退散するんではなくてですね。ちょっとちゃうな。停車すればよかったですね、形ね。ごめんなさい、もう形は少し狂ってるのは、お許しください。今日はちょっとですね、なんかバタバタと午前中からいろいろやらなあかんことあって、配信ができませんで、すみませんでした。待っていたという方ももしかして一人か二人はいるかもしれませんが、みちみちさんものりおっちゃんさんもこんにちは。待っていたという方はすみませんね。モデペです、モデペね。よいしょじゃあその黒、よいしょ、ティッシュがあるか、よいしょ。子供たちがもう朝5時から今日来とってな、もううるさかった面白いでしょ、こんなんもね。若干みちみちさん好みかもしらんすよね。どんな筆がいいかな、もう傷んでもいいような筆使っていきましょうね。あ、でもこういうの意外とね、油絵で使えるんですよね。僕なんかね、意外と最近なんかこんなん使って、なんか使えるやんっていうことで、よいしょ、ボテ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 、まあやったことないやり方するんでうまくいかんかもしらんすけど、まあまあいつものこっちゃですね。私のはい、適当に始めてみて、ちょっと流れを読みながらやるというね、もう毎度毎度もね、本当にこうやって書きましょうがない人なんで、自分自身もこうやって書きましょうを作らないというのが私のこうね、スタンスでございます。よいしょ、スポンジ、なんかいろいろ買ったらスポンジが結構ついてきましたね。よいしょ、あれ、おい、あれ、あれ、あ、これちっちゃなった目の前にあった。おさえさんもこんにちは、久保さんもこんにちは。今日はね、ないかな思ってました、ごめんなさいね。いろいろね、なんかね、忙しいんですよ、おじさんも。おじさんの分際で案外忙しいんですよ。ごめんなさいね。たっ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 た。僕もでけんかな思ったんですけど、チビがね、寝てしもったんで、お、チャンスと思ってですね。
まあもうねしゃあないですよ、もう個展に近づいてきてるので、いろいろこうバタバタと準備もしながらですね、絵も描いておりますよ。もうほんまね、よいしょ、マチュアルをつけてね、マチュアルと、マチュアル、ちょっと交渉という頭にはもちろんあるんですよ。でそれがねうまく実現できるかはちょっと未定ですけど、交渉というこうイメージは脳みそにいつもあるんですね。そんなもんだぜーと、うわここのとこ、うわ、よいしょ。あとまあデーゲームで今試合してますけどね強いなー、橋ね、今年ちょっともう優勝でええんちゃうかっていうぐらいちょっと諦めてますよ。もうほんまめっちゃ強いですよ、今年のティーガースはね、ティーガースめっちゃ強いんですよ神社お寺に頻繁に行ってるんでタイムリーですね、こうほんと重要文化財ですこれね、十分やったと思いますけど、国宝、法隆寺自体は国宝ですけど、これは確か十分やったような気がします。ちゃんと調べてから始めればよかったんですが、調べれる人いたら調べてください左側のやつですね、金剛力士像の確か左側のやつですね。いつこれの写真撮ったかもあんま記憶してないですけどね、よいしょ、お、ええ写真やと思って出てきたんでですね、モデリングベスト、やばい、お腹がもうすでに空いてきたよいしょ、もたれはするけどマクドナルドは美味しいですよね。まあチビがいるとね、マクドナルドにどうしても行かざるを得ないというかね、あのハッピーセットのせいでね、でもハッピーセットでしたが11時ぐらいに食べたからもうお腹が空いてまいりました。よいしょ、タン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 、もうデピア乾くの早いですよ、ポン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 、うん、ね、神社やなやらに行ってもはりますか。もし質問あったらしてくださいね。なんか結構乾かすのが案外こうかかるモチーフちゃうかなと。でまあモデペとかナイフでバーッと使ったりすることもあるんですけど、今日は筆で使ってそれを筆の跡も残したりとかしつつ、なんだこの100円ショップのこいつでボン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 叩いてみたりとかして、しっかりマチエルをつけてみようかなっていう気がでおります。ちょっと自分でも今日はどうなるかは全く想像していませんが、ブブブブブブブ、天王寺のココさん、あ、わかりやすい、ありがとうございます。初めてのライブ配信や、あ、嬉しいですね。カメポンさんもこんにちはと、嬉しいですね。天王寺の、もうそれで分かりましためっちゃ分かります天王寺のね、ココさんね、一緒に最後ギリギリで最後迷ったんですよね、ちょっとね、はい、あのお好み焼き屋さんに一緒に行ったんです。たまたま駅降りたらですね、こんにちはなんて声かけられて、こんにちはなんて声返してですね、一緒にですね行きましょうということでですね、楽しかったですよね。あんなもしていいんですけどね、今度、どこや、北海道ですね。北海道はでっかい道。面白いぞ。面白いこと言ったぞ。あと遠慮なく、こう、今見てる方、初めての方もコメントくださいね。今日もなんかメール、メールちゃうな。今日はツイッターとインスタグラムになんか高校生ですとか来てたけど、ぜひね、高校生の人も、ぜひ、なんや鬼高評価に出してほしいなとそっち出してって言ったんですけどね、見てくださいってこうすごい熱心に来てた子がいたからね、無料で見ますぜっていうことですね、うん、皆さんねすみません本当に遅から始めました。ビュッビュッ、あ、これはですね板です。今日ね板に書いてます。もうちょっと後ろがあれマスキングテープ貼ってありますけど、こんなんです。シナベニアというベニア板に書いておりますと。この辺かな。ちょっとなんか画面が黄色っぽい気がするけどね。この色の調整がもう全くもって難しい。って考えるとやっぱりこう iPhone ってすごい賢いですよね。本当に。あと AI っていうのはね。でも別に僕そんな、あれですよ。適当にあれ。怖がってないですよ。やばいって言うて、すごい心配してくれた方何人かいるんですけど、あんまり心配してないですからね。若い人が多分、いや、これからイラストレーターとか難しいやろなと。イラストレーターとか、ふとこう、どういう仕事が難しいかって自分なりに考えてみたんですけど、
なんか20世紀以降に起こってる仕事って厳しなるんちゃいますか。なんちゅうの、イラストレーターとか、まあ、漫画家さんとかももちろん残るんですけど、なんか20世紀以降、いや画家とかっていう仕事はもともとイラストレーターでもあり、なんや、僕なんかやったら別にこうね、本の想定も書いたことあるし、なんていうのかな、オールラウンドプレイヤー的なイメージやったんですけど、ちょっと20世紀以降にこう細分化されていったような感じがあって、ちょっと細分化されてできたようなね、もう21世紀かいつか知らんけど、絵師って仕事あるんですか、絵師そういうのとか、これやばいんちゃうかなと思ってたりします。まあ、もともと昔はね、江戸時代に絵師って言うたりしてたんで、多分そういうとこから来てるんでしょうけど、なんかね、ちょっと危ないかなと。昔、今から5、6年前かな、学生さんでもうめっちゃ上手な子って、そのコンピューターで書くのめっちゃ上手な子で、で卒生もそのコンピューターで書かして、でっかいの書いてて、で超有名なゲーム会社に就職決まったけど、あのぐらい書けたらいいんやろなってふと思って、でそれでなんかその子のおかげで次の年かなんかわーっとこう大学から入れてもうたけど、そこでパタリと話なくなりましたもんねその子一人が多分優秀やったやろなと。もうデペめっちゃ乾いてきてます、多分そんな感じかなと。ということはやっぱりこうね、やっぱり基本的な技術とかっていうのはやっぱ持ってやんとなかなか難しいんちゃうかなっていうのをただ言いたかっただけなんですけどね、あれね、あの動画は。いろいろコメントいただいて、皆さんから本当に私なんかおじさん知らないことだらけで非常に楽しかったです。よいしょ、レレでしょ、伊藤千恵さん。はい、もうなんか昨日みたいに負けそうな気したから、もうみんなやめましたでもね、ちょっとね、いいですもんね、今年はなんか若い選手がいっぱい出てくれて、うっちゃん嬉しいですよ。よいしょ、昨日なんか恐竜チャンネルの方はね、ちょっとまあファンの人というか、お仕事のあれ関係というか、その方がドカーッとまた伊藤千恵さんと全く違うようなお土産を送って、持ってきてくださって、その動画を上げて小さくバズってるねと妻と話してますよいしょ、かなりこの辺もボコボコしてます。ちょっと路地に変えますね、タンタン。光っとるな、光るかな、こっそ暗いもんな、暗いな、相当こう光ってますけどね、ゴゴゴゴ、うん、まあ、ちょっと絵の具のボコボコ感を見せたいんですが、なかなかそこまでうまく伝えれないんですが、モデリングペーストってアクリルなんで、まあ、この上にアクリル乗せても、何でもいいです。ちょっとそういうのを今日お見せしようかなと思ってます。よいしょ。上。上。よいしょ。うん。なんとなくね、そう思うんですよね。20世紀以降にできたような名前の仕事っていうのは、それはどんな職業に関してもなんか厳しくなっていくというかね、まあそれ便利になって僕らはそういうのに当たり前になっていくんですけど、まあいわゆるこうまあホワイト、よく言われるホワイトカラーって呼ばれるような仕事とかもだいぶこう厳しくなっていくんちゃうかなというふうに言われていたりとかですね、学校の先生なんかとかもね、やっぱりこう介護とかも使えるとこは使っててほしいですよね。なんかね、なんかこう大変な仕事みたいなのはちょっとね、AI ちゃんにやってもってみたいなとこがあってもね、いいんちゃうかな。ちょっと形悪いってすみませんね、本当。よいしょ、ザラザラザラ。ちょっと光ってるんでね。これを、うん、よいしょ。背景とかをベタベタ。ベタ。そういや昔ちょっとね、こういう変わったこともやってたなと思ってですね、最近こう若干こう初心者向けのものが多すぎたかなと思ってですね、まあ
ライブ配信だけでもちょっとマニアックなことも少しやっていこうかななんて思って、また初心者向けもやるとは思うんですけどね、どうせね。ピュッ、もうこれ写真見た瞬間にこれやらんとと思いました。ちょっと水をつけて、背景の黒さよいしょ、で結局こうなんか、まあ、一点物の仕事というのと、まあ、その人自身のオリジナリティ、人間としてのオリジナリティみたいなものがあったら、やっぱりそのファンっていうのはついてくるやろうからねっていうのは思いますよね。すごいこの短時間でどんどん浮かび上がってきます。そうそうそう、結構なんかいろいろやろうかな思ってるんですけどね、褒められたらこう萎縮してしまうタイプなんで、あのはい、あの全然あの大したことないですよこんなんね。まあなんかナイフとかでね、モデペなんか使うたりしますけどね。よいしょ、ビュー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 ビュこの色をちょっとつけたっていうのもまた後の時代になってからみたいですね。ちょろっとだけ調べたんですけど、さっきもう全然頭に入ってないですけど、よいしょ、ちょっと筆を洗わんとカッチコチになりそうなんで、ちょっと待ってくださいね。データだと後ろにある可能性があるので、実物が残る原点回帰的な重要度が上がると思ってますと。オリジュジに嘘、ごめん、ほんまか、チリチリさん嘘つけ、ほんま嘘、写真やん、どう見てもジョークやろ。ごめんね、あの LINE 回線でなんかごめんね。よいしょ、なんとかレッド、赤、朱色みたいなの作ろうかな。ほんまごめんね、うん、ならな、うわ黄色来たけど近いわな。あ、まあ、いい色ちゃうな、まあ、とりあえずはいいか。あ、まあ、いい色ちゃうな。もっとなんかあれやね、こう100円ショップの黄色はあかんやな。スカーレットみたいな色がやるな。これはビビッドレッドオレンジ。まあごめんなさいね、ここの、リキテックさん名前変なのってね、ビビッドレッドオレンジってなんか名前としては変やな。ビビッド鮮やかな、あ、やばい、チビが起きそうですね、ごめんママ。もうこの辺ちょっと乾いてますわ。色を塗ってまたそれがはげてきた、はげたはげとげたからね、そぎ落ちてきた、そぎ落ちてきた、よいしょ、ピピピピピピ。僕はもうチビの時の写真見るとここの境内で遊んでる写真とかありますよ。こう近くやったんですよね、大和郡山で生まれてるんですよね、なんとか病院よう知りませんけど、よいしょ。今日のライブ休憩時間ドンピシャでした、拝見してますと。 AI の作品は最優秀秀作って感じだと思うんで、ますますその人の個性がね、まあ最優秀、多分そういうのもできるようになると思うんですよね。最優秀じゃなくわざと下手にとかね、わざと下手にとかも、だからそういうこうなんか間に入っている仕事の人たちというのがやっぱりこう相当奪われるんちゃうかというのが予想ですよね。アシスタントとかね、まあ、そういった仕事の人とかが奪われるんちゃうかなと思ったりします。まあ、分からんすよ、まあ、そうなりますよね。なんかワードとかエクセルとかも今もチャット GPT 搭載になってんでしょ、マイクロソフトのあれで。いくら言ってましたっけ、1兆円ぐらいあれ出資してんでしょ、マイクロソフトがね。そりゃマイクロソフトの株も上がりますよね、あれね。ちょ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 っとこう彩色の色を塗ってみたりとかしました。よいしょ、ちょっと乾かします。
3点目取られました。7回ぐらいの、まあそうやろな、もうね、まあもうしゃあないね。うん、そうでしょうね。 AI に入力するというか、もう美術の基礎とかも、だから要はなんかこう、いやこっちのかっこいいかなとか、こっちのがあれかなとかっていう、なんか大事な判断に関してはやっぱ人間がある程度最後していくと思うんですよ。でそのためにはそういう基礎的な目とか、いやこのパースはやっぱこっちのがええわとか、この目線のがかっこええわとかっていう、もちろんある程度のこういろんな場面をこう作り出していくことはできると思うんですけど、その最終的な判断っていうのはなんか、その人間がある程度やらんといかんかな、だからそういう目を持つということがやっぱ肝心なんちゃうかなと思ったりするんですね。乾いた？乾いてない？これコンテ何すんねんって感じね。ほんまにあれやろ、言ってないやろ、コンテギコギコギコ、あ言ってないでしょ。わからんけどね、これから目指すという人たちはよりなんか多いんですよね。やっぱりイラストレーターになりたいとか、なんかこう本の挿絵描きたいとか、なんかとかっていう人多いんですけども、本当にこう逆にちょっと力ある人、ちょっと名前ある人、簡単に本も出せたり、もう絵本とかも簡単に作れるでしょうね。なんかそんな気がするんですよね。ギコ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 、そんなことを思っている今日この頃でございます。よいしょ、3点目取られましたというね、ショックですね。嫌になりますね。ハリウッド映画とかもデジタル作品で絶対上映しないフィルムプリントを保存用に5本くらい。そうなんや。さすがみちみちさん情報。 AI すごいんだから、メガネって読んだら返事する老眼鏡を出してほしい。確かにね。メガネとかね、ちょっとこう水で薄めた感じで次は進めていきます。モデペはまた後で使うかもしれませんが、ちょっとこう水で薄めた感じで、ちょっと色も使っていこうかな。これジェッソ、痛い痛い、指つった、痛い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 。ジェッソ、あ飛んだ。ほんまですね、メガネとかね。でもそういうのも多分できるでしょうね。なんかこう頭にこうくっつけといて、なんかとか、なんかね、イヤホンとか、これからはイヤホン、ホリエモンさんは言ってましたね、イヤホンになっちゃうかって。あ、確かに。よいしょ。なんかでも急だったですもんね、チャット GPT によって、それによってこう、わーっとこう、ね、あれでしょ、あれ僕よう分かってないですけど、そういうことなんでしょ、何でしたっけ、オープン AI さんがチャット GPT をこう無料公開だとして、安く無料公開安くして、でそれを使ってまたアプリケーションを作ったりできるということなんでしょ。みちみちさん、俺よう分からんから、みちみちさんとかさあ、チリチリさん教えてよ。そういうことなんでしょ。おっちゃんよう分からへんね、あれ意味分からへんね。それでアプリケーションとかを作って、またアップルストア的なとこで売ったりやり、なんやりとかっていうことなんでしょ。ねえねえ、分からへんねん。それがすごいちこっちなの。教えて。分からへん。そこらへんに強い人たちね、ちょっと水で薄めた感じで、要は立体感的なことを今またこう出していったりしてます。チュ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 、難しいよね、ほんまね、ついていけんよね。あ、なんか質問あるね。シナベニアの厚みどれくらいですか。沿ってしまうのですが、薄いんでしょう。あ、薄いです。それ。沿ってしまうなら薄いです。厚ければ厚いほどいいと思います。これは何度も言ってますけど、これ作画用というか、皆さんに、エンターテインメントというか、まあ、お遊びというと言葉悪いけど、これは別に、なんていうの、展覧会とか出す用じゃないんで、
から3ミリ厚のものにしてます。でもう本当にそういうこう皆さんにこう参考作品としてこんな技法もありますよということで、たまにそのままやってあの剃ったんでどうしたらいいですかとか言われますけど、あのなるべく厚い、僕はだからパネル、本当にこう発表したりするものはちゃんとパネルにしております。パネル状のものとかにしております。ダメですよ、僕がやってたからいいとか言ってないんですよそれだけはお願いしますね。これはもう皆さんにこうやってこういう書き方もありますよとか、こういうのありますよというのを見せるためにやっとるだけなんで、そこだけこう皆さん勘違いせんといてくださいね。浮沢先生やってたからいいんじゃないですかとか言わんといてくださいね。古典とかでは出せないです、絶対。こんな保存とか怖いからね、あのあれですけど。よいしょ。暑ければ暑いほどそれはいいですよ、本当に。もうなんかむさびなんかで僕授業受けた時はもうものすごい、もうめっちゃ暑してましたうわー重っっていう感じでした。でまあなんか僕は油絵とかで描いてるパネルに関してはやっぱりこう最後に額が入るので、しっかりした額に入れるので、まあ多少大丈夫かなというふうに思ってます。額に結構しっかりとくっつけますのでおそらく3ミリとかで、これ3号ぐらいのサイズなんで、これぐらいだったらそんなに反ったりすることはないですけど、気をつけないとダメですよ。推奨しているわけでは何でも言いますがありません。判断する、いい目を持つ、教育をするのはすごくコストがかかると思うけど、そのコストは個人には還元されない気が。確かにちびすさん初めてかな、ね、なんかそんな気しますよね。なんかね、これだから、いや、だから本当専門学校でも教えてたことあるんですけど、どっちかというと技術的なことを教えていくんですよね。でそれも僕は17年ぐらい前の話やから、もう今はもうそんあんなもうデッサンとか教えてたんですけど、いやー就職ので選ぶ基準も変わるやろうなと。よりコミュニケーション能力がある子とかやないと、なんていうの、ただ絵が上手いっていうだけやったら別に AI で描けるやんみたいなね、そのディスカッションとかしながら何かプロジェクトを進めていくときに、あの企画立案とかあの力があったりとか、プレゼンテーションの力とかがあったりとか、そういったことになんかよりそういう風になっていくんちゃうかなという風に思わざるを得ないので、なんかこう美大とかの子ってその辺あんまり得意ちゃうかったりするから、逆に普通にね経済学部とか農学部とかね、あのパリピ的なことで楽しんでる子たちの方が強いんちゃうかと思ったりするんですよね。ブラグインとしてアプリに組み込んでるな、僕の仕事はなくなりました。おい寂しいこと言うなよよう分からんけど、あ本当にそういうこっちゃなんでね、なんかちょっとなんかあれなんかやって、この間もなんかいくつか一緒にやりましょうって来てて、そのあれまでやったんですけどね、会議までやって、結局のあんまその後1時間ぐらい話したんですけどね、返事ありませんもんね。やっぱおじゃんになりましたとかそういうのもないんですかね僕はあんまりそういうこう話し合いとかね、あの絵描きとしてはいろいろしてきたけど、結局何もないから寂しいもんですよね。こんなアイデアどうすかねとか、また来るかな思って今もワクワクしとるんですけどね、ないんですね。そういうもんですか世の中って。嫌われてんでしょうね。まあいいですね。こんな感じでちょっとずつね描いたりとか塗ったりとかなんかしながらですねちょっと一言欲しいですよね。やっぱなくなりましたすいませんぐらいのね。意外と貴重な1時間とか撮ってるつもりやけどね。よいしょ。まあそういうもんですよね。よいしょ。ちょっとずつ、どう書き込んでいこうか悩んでおります。はい、めちゃくちゃ悩んでおります。やっぱそうなんやな。ホームページなんかでも僕もなんか自分で作れ、ある程度作れたり、昔だったら絶対できんかってね、ホームページビルダーっていうので、ダッサいホームページを作ったことあるんですけど、今なんかね、なんとかとかいう、あの、ネットで調べたらこれが人気ですみたいなのが出てきて、で、それでこう作ったら、まあ、そこそこのもんできますもんね。
やっぱなんか自分でやっぱ管理した方がいろいろなことあったりするから、あの、良かったりするんであれですけど、うえーと思いましたもんね。こんなにできんにゃっていう感じでね。よいしょ。今日は遅くなりました、よろしくお願いしますと。 AI を率先して利用している漫画家さんが話してましたが、 AI で使えるコマは、1回の恋愛の際で1つあるかあるかないかしらですと。お、まあでもそれも絶対改善されていくわけですよ。一コマ、僕もその動画見たんちゃうかな、なんかめっちゃ使ってみましたみたいな人が話してるやつ、動画、あれそうちゃうかな、なんかなんて言ってたかな、なんかそれをもう見た気がする。動画作った後にあ、いっぱいあるやんと思って。もう2ヶ月、3ヶ月前ぐらいにみんなそんなこと言うてんやと思って。ね、あの、はい、思ってました。まあ、僕が気づくの、ね、おじさんって遅いんですよ。おじさんという職業は大体遅いんですよ。少しね、こうなってきて、どうないですか、かっちょいい感じになってきました。よいしょ。たた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 た。ねえ、アクリルでもね、ある程度こうビューっと。で、こっからまたね、油絵で描くとかもできまっからね。そんなにね、あの、いろいろ。で、まあ僕の友達の漫画家の人は、やっぱりこう、そういうこう基礎的なこととかも、なんでアナログでちょっとやったら、もう、あの、ある程度、あの、わかんのにとかって言うて、そのアシスタントの子とかに言うても、やってくれないよとか言うてたから、そうなんやと思ってですね。さすが、芸大に現役で入ってるだけあって、熱い子でですね、と思ってですね、そんな話をした。そん時動画撮っときゃよかったっつって。動画撮っときゃよかった。いいよって言ってくれたんですけどね。よいしょ。黒沢さんはやっていたんですね。遅くなりましたと。あ、間に合いました、チャッピーさん。案外今日ね、やっぱ進むの早いですよ、なんかね。なんかね、なんとなく頭でイメージした、感じには、ぽいぽいぽいとある程度行くやろうなと思ったら、やっぱりある程度行きましたね。ピュッ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 。この辺にこう、あれしてるやつは。面白いでしょ。ねえ、路地、ピン。こんな感じ。おー、おー。よいしょ。ちょっと一回完全に乾かしますね。プラグインか。プラグインとしてアプリに組み込んでるな。意味わからん。プラグインってなんや。後で調べよう。プラグインってなんや。いや、もうすぐ、あの、北海道ですんでね、来週、再来週かな、いつぐらいかな、もうなんかちょっと頭の中は北の国から状態になってまいりましたが、乾いた？まだ乾いてない。楽しみやわ。タララララ、本州やら九州は梅雨入りでっかね。なんか来週えらい雨マーク多かったですけど、どうなんですかね。ちょっと紙ヤスリで、削ってみよう思います。これはね、何番かな、180番。柳さん、お目がけない展開になって面白いです。柳さんの、ごめんなさい、6月でしたよね。あの、アートコレクターズかなんか記事載ってませんでしたね。記事載ってたような気がしますね。わーっと思って、教室の先生かなんかと一緒に展覧会やるってことなのかなと思ってね。え、アートコレクターズやったか、あ、どっちだったっけ、美術の窓か、載ってましたよね。美術の窓のなんか特集というか、水彩の特集で、めちゃくちゃマニアックですね。
草壁さんあたりやったかな。もう笑けてきたですよ。水の種類、なんか神と透明水彩の相性やったら分かるんですけど、水の種類、軟水とか硬水とかエビアンであれしたとか、これめっちゃ面白くて、水彩やる人おすすめですよ。アートコレクターはまだ読んでないですけど、なんか音楽との特集で、美術の窓が水彩の特集で、作画の先生方も素晴らしかったですけど、研究者たちの熱い思いが笑けてきて、笑ったらあかんねんけど、すげえな、熱い、あんな研究までしてやんねんなと思いました。見やすいで少し気づきました。ちょっとグレーズとかしてみましょうかね。なんか暗い中にね、チリチリさんこれ左側の方ね、美術の窓読みました。水の比較を笑いましたよね。僕もあれはちょっとね、おもろすぎて、いやー草壁の工場見学行きたいな。昔ね、ぜひぜひって言われたんでね、東京あれですよ、浅草かどっかにあるんですよね。でなんかアホなことしてるんですよとか言って聞いたことあるんですよね、まあ、言うてあかんか、言わんとこかな、言うてええんかな、今度ねそういう許可を得て言うていいか。面白い、昔ながらの手法を使ってなんかやってたりねしたんで、してそんなことやってるんですかとか、ちょっと青とあ見えへんね、ごめんなさい、青とグロスポリマーメディウムです。青と茶色混ぜてなんか暗い感じにしてみましょうか。ジュー、端からやっていけばいいんですけど、もうちょっと茶色が多くてもよかったですね。途中でこう変えるのはちょっとリスキーなんですけど、あの特集面白かったな。昔だから、絵の具会社どこ行ったかな、松田さんは行ったんですよね。たら松田スーパーっていう絵の具があって、1年間こう熟成させるというか、ほったらかしにっていうか、こう棚に置いといて、要は油絵の具とこうあれをですね、混ぜ合わすような、こうそこから出荷するっていうやつがあって、ブワーッと棚にそれが山ほど置いてあるの見て、うわーっと、もう綺麗やなと思いましたけどね。ええ感じやね、でっかでかいね。でっかでかいね。何も見えへんね。ごめんなさいね。あ、草壁の工場見学で油絵を手作りする根があるみたい。あるんですね、やっぱね。えらい緑になったでしょ。かっこいいでしょ。AI の台頭は PC とコピー機の普及で印刷屋さんの仕事がなくなったのと一緒でしょう。まあ多分そんな感じですよね。 PC とコピー機の普及で、で、まあ、ネットによってあの印刷屋さんっていうのがかなりねあれになっていくというかですね、やっぱりこう、まあ、ネットで僕なんかの個展のこの間の佐賀県の個展のカタログ、あれ実はネットで作ってるんですよ。だからすごくこう、安いという安いと、それは、まあ、予算がね、ある程度限られてたから、もう、ネットでやりましょうか、みたいな感じになって、ネットでやったんですよね。よいしょ。乾きも早いですよ。グロスポリマーメディウムと、水と、ごめんなさい。よいしょ。ちょっとこう、路地の方の色補正をちょっとさせてください。ごめんなさいね。これでごめんなさい、ちょっと時間ください。チャットチャーナー、ごめんなさいね。映像構成、明るさ、ポンポンポン、適用 OK。
見えますよね、大丈夫ですね。光ってないでしょ。僕はもう真っ暗なんですけどねほとんど見えてないんですけど。おー、かっこええな。ねえ、面白いでしょ。こんなことできんやって感じでしょ。どれくらいやったの。まだ39分、やばい時間あり余ってるぞ。ちょっと真面目に細かいデテールを書いていこうかな。イラストレーターとかね、あの辺が一番僕やばいと思うな。絵師とか言うんですか。いや、あれはもう本当になんかもうね、学生さん教えてた時も、おいちゃんそのなり方わからへんわっていつも言ってたんですけど、もう本当に一握り中の一握りになっていくというかね、そんな気がするから。そうやったら画家目指し、みんなねいろんなことできたら、いろんなことできた方がええよ。そしたらね、本の想定書いてくださいとか来たりもしますしね。僕なんか書いたこともありますしね。本当なんかこう絞り込んで仕事についていくと結構こう厳しいんちゃうかなと、私なんか呼んでしまうというか、でやっぱそういう時になんか本当にこう基礎的なものとか、ああいうこう透視図法パースとかの動画上げたりとかしてるのはそういうことなんですよね。やっぱ知らんとそういう最終的な総合判断ってできへんやろっていうのが、まあそういうのを、まあ、現場の人からも聞いたりしたからですね。全然知らんねんとか言われて、そうなんやとか言うてですね、とか言いながら、それでもそれっぽく書けてしまった時代から、いやもうそれ書いても意味がないという時代に入っていくというか、趣味でやる分にはいいんですけどね、やっぱりね、そういうの思いますよね。わからないですよ。だから僕はこんな風におしゃべりできるテカリなく見えて OK、 ありがとうございますね。ちょっと僕自身はめっちゃ暗いんですけどね、これね。ティリリリリリ、本当ドラマの脚本なんかもね。ネットフリックスのあれ見ました？誰か、サンクチュアリあれめっちゃ面白かったですよ。あれはすごいね。あれはもう相撲のドラマなんですが、いやー、あれもめちゃくちゃ面白かったですね。ちょっとドラマというかね、もうそれを超えていく、まあ聖域って意味なんですけど、本当に金がかかっている外資のドラマとかはね、もうお金がアマゾンじゃなくてネットフリックスの見るとですね、ちょっとこうすごいなと思いますよね。よいしょ、サンクチュアリ。ゴールデンウィークぐらいに僕見ましたけどね、もう。どっちが起きたかな。2匹とも寝てたんですよ。お兄ちゃんとは花むぐりを取りに行こうって車に乗せたら、そのまま寝てしまいまして、で帰ってきてすぐライブ配信をやっております。花むぐりを取りに行こうと。あら、松さんありがとうございます。松さん誰や。ありがとうございます、松さんありがとうございます。松さん誰や。僕の高校の友人の、中学の友人の松くんかな、ちゃうよな。まあ風邪もなんか治りましたよ、なんかね。かっちょいいですね本当にこう玄関かなんか置いとくと魔除けなりそうな絵ですね。めっちゃ笑ってる。あーって言ってます。5時起きたんですよ。5時
お兄ちゃんが5時に起きて、もうほぼもうそうなるともうみんな起こされるというんですね。僕はなんか逆に夜中1時から仕事してて、1時から5時まで書いて、よしちょっと寝ようと思った時にお兄ちゃんが起きてきて、私は寝れずにということですね。今見ました、これはアクリルです。今ねアクリル絵の具で今日はやってます。モデリングペーストというのでかなりゴツゴツ乗せて、やってます。それで、今筆でこう書き込んでってます。金剛力士像を書いております。テンペラねボソッと言った、テンペラやってくれって、そういえばなんぼが言われてましたね。いつかやらんといかんですね。ちょっと今作画を作れないぐらい忙しくてというかね、締め切りが6月中にはある程度全貌が頭の中で固定のですね、見えんといかんから、5月6月が非常に切羽詰まっておりますね。なんかねちょっと上から見せます、光ります、お許しください。よいしょ、ちょんとちょんと、こんな感じですね。浮かび上がってくるような感じになってますよね。でもっとこうオレンジ色とかを少しこう浮かび上がらすように、あとなんか肌色教えてくれって言われますけどね、肌色っていう言葉もなんか差別用語っぽいですよね今ねいろんな肌の色があるんでとかね、もうややこしい時代ですよね。すごい素敵ですということですね。もうほんといろいろもうよくわかりません。よいしょ、それもまた本当に難しいですよね。なんかね、先生の肌の色セットがあったらとか言われたことあるんですけど、もうそれはそれでまたなんかね、僕はなんかやっぱ色に関しては個性やと思ってるところあるんで、なるべくこう皆さん各自で頑張ってなんか自分らしいこれ色を探していく方が僕はええんちゃうかっていうふうに思っとるんですわーって言うんですけどね。よいしょ、なんかもうちょっと赤やねんけどね、ええ赤がないねんね。これ何、さっきもこれ出したらスカーレット、これかもしれないね。ジャイアンツベンチに飾りたいなといいんですよ、もう今はもう秋広くんとね、門脇くんがね、いいんですよ。門脇くんも確か奈良の出身ちゃうかったかな。門脇くんも確か奈良の、まあ高校大学がね、あれやからあちらの方の方なんかなってすぐ分かって分かるんやけどね。よいしょ、確か門脇くん奈良やった気がするんですよね。で誠ですよ、うえーと思って、まあ、僕は春のキャンプ見に行ったんですけどね、僕は中山ライトくんが来るよって言ってたんですけど、門脇くんに完全に持っていかれてますけど、めちゃくちゃ守備がうまいですよね。中山くんも僕守備うまいと思ったんですけどね。よし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 、いいでしょう、なかなかこういう感じね。皆さんもお近くのお寺の中とかの仏像とかは写真撮れないですけどね、金剛力士像的なところとかね、狛犬さんとかでもちょっとこう絵にしようと思ったらできると思いますんでね、なかなかこう面白いでしょ。鉛筆デッサンだけならいいっていうところはあるんで、なんかこうお寺とか行ったら多分ペンとかダメです、多分っていうかほぼダメだと思います。鉛筆デッサンならいいというところは意外とあるかもしれないし、僕も大学の時に、奈良と、古美術研究旅行というのに、ね、芸大の寮が県庁の裏にあるんですよね。よいしょ、なんで笑ったかっていうと、なんか今もやってんかな、
近くに奈良女子大やったっけっていうのがあって、でそこのこう、寮かなんかに寮の館内放送で今日合コンやるから来てくださいと言って、なんか読んで、そこの女子大からわーっとこう人が来て、山ほど来たなっていうのをふと思い出したから、全然モテない愛くんっていうのがなぜかカップルになってたなっていうのをふと今思い出しました。私は全然参加しなかったですけどね。女子たちは屋上でバーベキューしてたんで、私は女子と一緒にバーベキューしてました。ちょっと大量に来すぎて引いてしまったんですね。当時一緒に行った教授とかも嬉しそうにしてましたそれ見て笑けてきたんですよね。今ちょっとすいません、思い出し笑いしてしまいましたね。えどうですか、迫力ある感じになってきたんじゃないですか。ちょっとね、絵自体は光ってるんですけどね、面白いでしょ。でその後なんか同級生、高校の同級生か中学の同級生忘れたけど、カラオケに行った記憶があるな。あ、それ違う日か。女の子たちとカラオケ行ったよ。で古美術研究旅行っていうので、本当にもう朝早く東大寺とか行ってですね、で東大寺のあの大仏さんのあの下のところの蓮のところとか僕ら登らせてもらえるんですよ。普通の人じゃ登れないところまで登らせてもらって、もう本当あれは贅沢でしたね。でいろんなとこ回ってですね、で絵を描いたのは秋篠寺っていうところの義芸展っていう、要は芸術の神様、そこでこうデッサンさせてもらって、よう覚えてますわそれ。ここもね、外やからあの描こうともや描けますもんね。チリチリさん行ってみたらよいしょ、うん、仕事に戻ってください。よいしょ、あ、これね、ピュッね、どっちの画面もいいでしょう、なかなかね。で、本当明るいところを描いていってるの分かりますかね。で、本当芸大はあれは恵まれてますよ。なんかあれだけはまた行きたいなと思いますね。なんかね、もし詰まったらしてくださいね。意外とこう、いつもよりも、早終わってしまいそうな感じがするんで、あんまりこう、もう変化がなくなってきたら終わるんですけどね。いつもとちょっと思考が違って面白いんじゃないですか。なんかね。まあなんかね、何でもできますよ、大体のことはね。別にそれを専門にするわけではなければ、大体のことはやっぱりできますね。基礎があれはできるんですよっていうことですよね。よいしょ、一回乾かします。ジュイーンと。石膏デッサンって日本人の顔もあるんですか。石膏が多分ないんちゃうかな、ないんじゃないかな。もともとはヨーロッパのそういうこう、ギリシャ、古代ギリシャ、ローマ時代から、まあ、そうじゃないもんもありますよね。モリエールとか確かね、1700年代ぐらいの像です。像かな、18世紀確か、なんか喜劇王みたいな。でそれを向こうからこう輸入してきているので、
日本人のはないんちゃうかなと思いますけどね。でその何ですっけまああの有名なねヘルメスやらマルスやらなんやらとかっていうのから、なんか岡田三郎介先生っていう佐賀のねで絵描きさん、もう一回紙やすり描きます、いるんですけど、その先生のこうアトリエを移築するするときにこう要は黒田清輝、のお弟子さんにあたる人ですけども、移築してくるときに結構その石膏像っていうのが出てきて、で要はベタなそういうマルス、ヘルメス、ブルータスとかじゃなく全く見たことないやつで、でその学芸員の人が先生来てくださいって言うから見に来て見たら全く見たことなくて、でそれ僕が岡田三郎介アトリエっていうところで何でしたっけあれをしていた時に公開制作してた時に見られた人もいると思うんですよ。昔のそのなんかね、マニアックな、多分、向こうから直輸入したような、ああいうの面白いなと思うんですよね。で、結局は、その、まあ、昔のやつがあって、まあ、例えば、ブルータスやったらミケランジェロが作ってるわけですけど、あれを型にはめて、そしてね、石膏にして、で、それを、その石膏にまた型をはめて石膏にして、またそれの型を石膏にしてて、どんどんしてるから、ものすごいぬるくなってますよね。で、本物のブルータスを見たら、全然ちゃうやんって思いますよ。こんなにちゃうんかと思いますよ。そんなことを、そんなんで、本物のブルータスが、一回国立西洋美術館に来たんですよね。その時に、まあ、僕も最悪な、ね、人間として腐ってますから、当時こう近寄ってきてた若い子たちが、どうやったら芸大受かりますかねって言うから、お前らブルータスとか今ちょうど西洋美術館来とるから、あれとか本物を見て描いたら今なんちゃうかっつって、芸大受かんちゃうかとかって言ってですね最低なことを言って飲み屋の席で、ね、そんなんね、向こうから借りてきたもんで、そんなもん書かしてもらえるわけないのに、次の日にその子たちは上野の西洋美術館まで E0 持って行ったそうですよ最低ですよねすぐ電話かかってきましたよ。小木さん無理でしたっつって、あれ冗談やで、何ですかその冗談はとかって言ってですね、で結局その時3人か4人行って、その後に芸大に女の子1人と男の子はむさびに行った子、東京造形行ってから芸大に入った子、あとはあれは玉美かで今大学してるな、もう1人も大学の助教官の人、優秀な子たちでしたとか言って、ちょっと削ってみたりしてぐちゃぐちゃと複雑にしていってますね。かっこいいでしょ。油彩画面のひび割れとか剥離についてですが、いつも起こらないように気をつけているんですが、ひび割れが起こる場合はどのくらい時間でできるんでしょうか。1年とか短い時間でもひび割れたりすると思いますよ。要はいろいろなパターンがあるんですけど、短い時間で起こるっていうのは下の絵の具が完全に乾いてへんで、例えば黒系とか結構時間かかることがあるんですよね、黄色とかで、それが表面だけ乾いてその上に絵の具乗せて、下の絵の具が揺れているのに上の方のが固まりが早かったりとかして、なんかこうね結構ありますくしゃくしゃっとしてひび割れ起きることあります。だからちょっとねその辺は気をつけた方がいい。僕はなんか吸収地を使っていて、まあ白亜地と呼ばれる吸収の下地、吸収性の強い下地を使っているんで、その普通のキャンバスだと吸い込まないんですけど、まあ、ちょっと吸い込んだりするから、ある程度こう 下の絵の具の乾きと固まりというのは僕の場合はしっかり固まってくれて上に乗せていってるから、そういうことはあんま起こらないですよね。でも完全にこう、吸収、下の絵の具が吸収しない、いわゆるキャンバスと呼ばれるようなものは案外そういうのが起こったりするかなと思います。どないでかかっこいいでしょう
こんにちは、久しぶりに来ました。めっちゃかっこいい、かっこいいでしょ。うちは何でも意外とできるでしょ。自分で言うとるね。ね、めっちゃかっこいいでしょ。で、まあ、なんかね、本当にこう YouTube やってもう2年近く、3年か、3年ちょっとやってきて、だいぶ皆さんがこういろんな絵に対して、こういうこうアクリル絵の具とかに関して、初めも透明水彩しか皆さん見ませんわみたいな感じだったけど、ちょっとずつね、こうやっていろんなものがあって、やっぱりこれやったら透明水彩よりもこういうふうに、あの、実際にこう風化したような風合いとかっていうのは、こういうふうにね、絵の具をごちょごちょとこう削ってみたりとか、また塗って削ってみたりとかしてった方がかっこいいじゃないですか。そういうことがね、画材によってやっぱり違うっていうのが、もうようやくこう皆さんだいぶ分かってきてくださってるんちゃうかなと。おじさんが頑張ってこうやっとるのは、そういう教育普及活動でございますから、そういうの分かってきてもろてるんちゃうかなと思います。で、かたくなにもこれしかやりませんっていう人は、やっぱ僕はなんかね、伸びんの遅いかなと思いますよ。伸びたければいろんなものを使ってみたり、アナログと呼ばれるこういうことをしてみたら分かることいっぱいありますね。とか言うて、紙やすり何番、これ180番って書いてました。180番、ちょっと粗めのぐらいの感じかな。まあ、その辺にあったやつやから何でもいいです。あの、細かすぎんかったら、粗かったでその粗い線が出て、それはそれで僕面白いと思うんですけど、180番でした。何番でもいいですよ。細かすぎたら多分あれかな。よいしょ。かっちょいいでしょう。どっちが起きたかな。今度アクリルであれですね、人物画のなんかちょっと写実的に描いてみた、僕の苦手なやつですけど、またやってみてもいいかもしれないですね。だいぶ上手くなってきました。ツーランが出て3対2。ですがすでに9回。誰のツーラン？そっちの興味あるわ。誰のツーラン？嬉しいわ。マッサンですか？マッサンって朝ドラがあったんですけど、それがやってた時に岡本和真くんは入団して、マッサンって一瞬だけ呼ばれていたんですけど、もう誰も呼んでいないと、僕だけが呼んでいるという状態ですね。今やね、岡本和真くんも本当人気者になりましたけどね。本当僕多分一桁台のファン1号2号3号ぐらいですよ。高校日本代表4番打てたとこからもちろん知ってましたしね。ジャイアンツに入団して、点描で書いてるとか、ジャイアンツに入団して、あの、宮崎キャンプまで行って、あの、二軍、一軍はほぼ見ずに、二軍のキャンプ場で僕はずっと、あの、僕だけが見てました。やばいやつですよね。その時に一緒に練習してた選手も覚えてますもんね。河合コーチの、今ヘッドコーチしてますけど、息子さんと、坂口って選手と守備練習してて、めっちゃ下手やったんですよね。今やそしたらゴールデングラブ賞を取るようなね、選手になりましたもんね。何の話やねんっていうね。よいしょ。今年はもう阪神でいいと思います。おめでとう。大阪経済がね、元気になればいいです。もう今年は阪神タイガースが優勝でいいです。もうさすがに今年は失速せんのちゃうかなと思いますね。あんだけ打線も良くて守備も良くて、エラーが減りましたね。なんていうのね。あ、プリンソン。いやー、意外性のプリンソンやね。ほんまに意外性やね。ほんまに。ちゅうことは7番ぐらいか。あと、門脇くん、次。もう、代打かな、門脇くんとかな。そっか。まあ、ちょっと下のこうザラついた感じを意識しながら、ちょっとこう、点描みたいな感じで書いていったりとかしながら。水をちょっと多めにしながら、下の絵の具とかを透けるような感じを出しながら、よいしょ。お兄ちゃんも起きたかな。思いがけない色使いに釘付けですと。
42番ブリンソン。お、中田くんがあれ代打やね。じゃあね、代打中田。ちょっと中田くんが戻ってきて、なんかジャイアンツちょっと調子悪くなってます。ごめん、中田のせいにするつもりはないんですが、なんかね、どないでっか、皆さんかっこいいでっか。あ、昨日佐藤美術館に行ってありがとうございました。あ、今日明日、明日か、ありがとうございますね。何年前の絵かな、多分2003年やったと思うんですけどね。よかったら佐藤美術館に、今人物のなんかが出ているそうですので、2003年ということで20年前のおじさんの青春の作品が、6月何日までやったかな、インターネットで人物のなんとか展みたいなやつです。よかったら見に行かれてみてください。国立新、新国立競技場、国立新競技場、どちら、のところですよね。嬉しいですよね。ちょい出してくれますからね。よいしょ。まあ、この辺のこう、影の中の色みたいな、形みたいなのが、ちょっとこう、やっぱ慎重にいかんと、突然、うわっとこう出てきてしまいますので、この辺はちょっとこう、慎重に、色を混色して、いかんといかんかなと思ってます。ブリンソンやったか。まあ、一回グレーズしたことによってだいぶ深みも出てきましたもんね。面白かったですか？なんかリクエストあったらライブ配信で、ちょっと作画動画は今はなんか作れないぐらい忙しいんであれですけど、ライブ配信であったらまたして、皆さんしてください。なんかリクエストあったかな？よかったらしてください。よいしょ。かっこいいです。見逃し三振で試合終了。おい、終わりましたか。おい、2連敗、2勝1敗できたかったけどね。ゲーム差8ゲーム、もう厳しいかね。阪神なんかね、ほんとピッチャーもええしバッターもええからな。私は画材沼のようにいろいろ集めていました。でもいろんな画材に触れることはいいことなんですね。あとは基礎をしっかり学んでいく。そうですね。自己嫌悪に陥りましたが頑張ろうと思います。いやいやいや。ねえ。と思いますよ。みちみさん、なるほど。コリコリに厚塗りする際はやっぱり下の絵の具が完全に乾いてから。あ、そうですね。完全に乾いてから。まあ、混ぜ合わせるんやったらいいですけど、上にこう乗せていくという感覚でやっていったらちょっと失敗することは多いかもしれないですよね。ごめんなさい、みちみちさんの質問に今気づきやした。という感じで、という感じで、1時間8分ちょっとこんな感じでいかがでしょうか。っていう感じでございました。ありがとうございました。ちょっとまたなんか違うリクエストなどなどあれば、コミュニティなんじゃなくて、アーカイブで見られている方もよかったら、そういうのいただけたら嬉しい。サインを入れるにはでかい筆すぎんな。いただければなというふうに思ったりします。お兄なんか起きて、もう来とるから呼びましょうかね。お兄の声がしたからね。逆転負けをした、逆転ちゃう、もう負けた試合やから。よいしょ。
わあ本当はなんかね、実はね、もっとね、こう鉛筆とかゴリゴリ描けるかなと思ったんですけど、意外と描けへんかった。もっとこう鉛筆、これコンテです。なんかこう描けるかなと思って、平行しながらやろうかなと思ったんですけど、あんま描けへんかったから、せっかくやったらちょっとお兄ちゃんに絵の具を見せると絵を描かせろというわけわからんわがままを言うので、ちょっと絵の具をもうすでに隠そうと思ってます。ちょっとお兄ちゃん呼んできましょうかね。ルル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 ル順番が、よいしょ。お兄ちゃん来てる？お兄ちゃんおいで。YouTube だよ。お兄ちゃん YouTube。うん、ゼリー食べたままでいいから。嘘。はい。ちえちゃんからもろたゼリーを食べてたそうですよ。作ってたらしいですよ。ねえ、おいおいで。うわ、黒巻き効果すごいな。うわお、こんにちはって。うわありがとうございました。皆さんね、明日良いあれをということで、ございました。皆さんかっこいいでしょ。ビュー、あ、なんかもう一匹来たな。かっこいいの。うわ、来た来た来たね、来た来た。トークもうちょっと、トークおいで、こっちトークおいで、おいでおいで。うわ、一匹声が来た、ほらもう一匹来ました。おいで、おーいおぎそって書いてますね、ありがとうございました。いいでしょう、これどう、これ怖い、これ何、これパパ、これパパじゃないですよ、これパパって言ってますよありがとうございました。ということで、以上でございます。バイバイって、バイバイできます。ありがとうございました。皆さん良い日曜日を。さよなら、終了。はい、終わり。はいはい。